はい、どうも、ゆるいち渡辺です。今回は、東久留米のビリヤード&ダーツ&カラオケオーナーのチネプロのお店フェラードさんに、お邪魔しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず店内をちょっと見させていただきたいので、はい、あのチネプロと一緒に店内を紹介してもらおうと思います。はい、最初は受付の方でご利用いただくカラオケと、はい、ダーツとビリヤード、あと、まあ、カウンターで飲むだけの人もいっぱいいるので。なるほど。あ、飲みだけだったら馬代かかるんですか？馬代はないです。あ、飲みだけだったら馬代かからないんですね。チャージもないので、まあ、ドリンク代だけいただいてる。で、料金プランはあのカラオケとビリヤードとダーツ全部一緒のプランなので、時間料金制なので、途中で移動ができます。あ、なるほど。まあ、ラウンドワンシステム。ラウンドワンシステムですね、はい、確かに。飲み放題しながら移動もできたりするので、いや、いいですね。割とこう自由度が高いのかなと。まあ、メインはこうビリヤードの5台です、ね。はい、5台ですね。ブランズウィックの、ゴールドクラウン4、ブラックですね。ピアノブラックが5台、うん、全部同じデザインです。で、手前の2台だけポケットがちょうどたまに5分絞られています。セットマッチで使用した台がこちらの絞った台。そうですね、一般的な台が奥になります。はい、次は、カラオケがこっち側ですね。カラオケは、かなり広い部屋一つあります。ダーツは、ダーツライブ、それと3台、EX、3台ですね。ダーツライブ、EX が3台、はい、でフリープレイになってるので、時間料金でやってます。なので、割とこう、ビリヤード台とダーツを、あ、なるほど、なるほど、一緒に使ってるグループとか、お友達同士で、なるほど、そうですね、これ楽しいですね。若い方に人気のお店ですね。そうですね、若い人から、ダンディーな、そうまで、そうまで。はい、というわけで店内紹介でした。ありがとうございます。じゃあちょっとお話の方に戻りたいと思います。あのお店の方で、まあ、タップス製作、はい、試写製作あのされて1月に新発売になったということで、はい、お話を伺いたいと思います。はい、はい、まず商品から。商品はペラード。あ、名前はペラードそのまんまなんですね。そうですね、ペラードタップ。ペラードタップ大丈夫です。で、種類は、種類は硬さが4つあって SS、SS、S、M、H の4つの硬さになってます。主な仕様は、はい、仕様、ブルーの積層タップになります。ブルーの8枚積層です。8枚積層ですね、はい、で、ゴールドのインチがうちのマークです。お、はい、で特にあの外観としては、はい、4種類変わらないようになってて、まあ、14ミリ直径があるので、はい、ポケット用のシャフトは全て対応できるかなと思います。いろいろ特徴を皆さんタップメーカーさんあると思うんですけど、はい、このタップの特徴っていうのは、特徴としては、今割とこうしっかりした硬い打感の締まったタップが流行っていると思うんですよ。そうですね、多いですね。で、まあ、正直うちのタップは若干それを柔らかいエリアをターゲットにしたところでやってます。もちろん SS はすごく柔らかい、で H でもカチカチまでいかないと思います。はい、じゃあ、まあ柔らかめのタップをよく好んで使っている方はぜひ試してほしいなといったところですかね。そうですね、打感でいうと柔らかめがお好みの方、あとはまあどちらかというと加減ですね。僕のタップの知識というか考え方として、はい、上下と左右のバランスがあるんですよ。で上下が切れるものは左右が若干切れなかったり、で左右が切れるタップは上下が若干切れなかったりする。でペラのタップはその横もいける、はい、上下もいけるっていうところを狙って硬さを選定しているので、まあ、これはもう本当上級者の人はだいぶ分かってくれるかな。なるほど。で、はい、その、まあ、タップに関するシダとかですね、いったものもお店でできる。シダは、はい、あのお店の方でもできます。はい、もしね、あのご興味ある方はお店の方に来ていただければあのシダできます。はい、よろしくお願いします。で、あの YouTuber さんの、他の YouTuber さんも動画にされてるらしい、はい、そうですね、やっていただいた動画がアップされてると思います。あの一つが、スラッシュ YouTube で
の方で、ちょっとあれは紹介なのか何なのかよくわかんないですけど楽しかったです、ね、楽しかった、あの賑やかにあのやってますね。それリンク貼っておきますんで、であとは、ピローズラボさんですね、はい、あの検証系ビリヤード YouTuber ピローズラボさんの方でも、この硬さによって飛びがどう変わるのかっていうのを検証されてましたね、はい、特に上級者の方なんかはすごく参考になるんじゃないかなと思います。はい、で、あとカスタム級ですね。はい、カスタム級も僕がデザインしてプロデュースしてある、はい、第1号がこのデザインで完成で、うんうん、今販売中ですね。なるほど、今販売中がニューアートさんで、ニューアートの方に、2本あります。在庫が2本ということで、はい、ニューアートさんでシダーができるんですかね。ニューアートでもシダーしていただけるようになります。あとお店の方でシダーすることも可能ということです、はい。お店の方に来たら僕が使っているこの球を、はい、あの使ってもらうという形ですね、はい。まあ、もちろんデザインはあのカスタム球でかっこいいんですけど、なんか特徴が他にもあったりすれば。そうですね、このジョイントのとこのデザインが、はい、バット側に入ってるんですね、リングが。あ、なのであのカーボンシャフトつけてもデザイン的にはジョイントのリングはそのまんま普通の球に見えるという形ですね。でジョイントはラジアルピンです、はい、で革新構造になってまして、中に、四角い、はいはい、インサートがあるんですね、はい。でまあ、エクステンションと、はい、シャフトはカーボンシャフトと貼り合わせのこのラミネートシャフトがセットで今販売中です。あ、そうですね、はい、シャフトも自社、シャフトもこれ、はい、自社ですね。あ、シャフトも自社ものではなくて、はい、でこのエクステンションがもう作るようになっています。もうセットで、セットでもう販売してます。ニューアートさんの方でお問い合わせいただければ、はい、と思います。お店の方もまた夜営業始まったらぜひ皆さん、はい、あの遊びに来てください。ね、通常営業は何時ぐらいまでやってらっしゃるんですか。通常営業は、夜7時オープンの朝5時までコースと、はい、だったんですね。まあ、はい、今年に入ってもずっとこうお店夜やってないので。そうですね、はい、あの都の方針に従って合わせてやっていくという形です。はい、うん、そうですね。ちなみにペラードあの YouTube チャンネルありますのでもうぜひチェックしてください。はい、またあのウィークリーとか再開してまたその化粧動画とか上げていければなと思います。はい、というわけで知念プロありがとうございました。ありがとうございました。本日は、東久留米の、ビリヤード&ダーツ&カラオケペラードさんの方にお邪魔しました。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お待ちしてます。お待ちしてます。